ママちゃんです。今日はね、ワンちゃんがこう強いストレスを感じてる時のワンちゃんの仕草っていうのをねご紹介したいと思います。はい、皆さんワンちゃんがねストレスを感じてる時どのような仕草かご存知でしょうかね。結構ね分かりやすいですね。飼い主さんとねワンちゃん、まあ、親しい関係なんですけどね、逆によく知らないっていうわけでもないのにね、その場合ね、何でもない時ね、飼い主さんとワンちゃん愛犬ね、よく顔を合わせますね、目を合わせますとね。ワンちゃんは本来はこう目を合わせるっていうのは苦手なんですけどね、すごい信頼されてしてる人に対してはずっと見ますね。これはね心を許してないとやりません。視線をねこうストレスを感じてるときはプッと外すんですね、ワンちゃんね。わざと避けるようにします。こうこういうカメラがこうあるんですけどね、こうやってこう目線見てるんですけど、こうわざとねもう見ないようにします。こうやってわざと見ません。本当に見ません。ずっと見ませんね。これがねストレスを感じてるときなんですね。まあしまいにはね背中向けます。このそっぽ向いてね、背中向けますね。何らかのストレスをこうで感じてるときはねこうふっと顔だけふっもう見ない、飼い主さんを見ないふって向いてるんですけど、さらにストレスがね、強いとこう背中向けます。ワンちゃんね、首だけじゃなくてねこう背中を見せるようになります。なのでおいでって言ってもねずっと背中向けたまんまですね。はい、でワンちゃんこれ何言ってるかっていうとね、やっぱストレス感じてますから、これ以上ねストレスをもう与えないでと訴えてるんですね。でなんかね心当たりっていうのはねこうなってくるとねまあちょっと考えると思うんですけどね、例えばまあ強制的にこう圧をかけてねトレーニングをさせてるとかね、決まった時間になると「ほらおやめてよ」っつって「やるよいつものやるよ」っつってね、すごいスパルタしつけが始まるとねワンちゃん嫌になっちゃうね、もうちょっと優しくやってよとね。でお座りができない時にこう声をね荒げて指示語をねこう叫んでいる飼い主さんとかもね、ちょっと嫌になっちゃうんじゃないでしょうかね。あとはやらないから無理やりね、まあワンちゃんも普通の状態なのに、まあ、飼い主さんが一方的にねやれよやれよと言っても聞かないから、お尻をこうグー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 っと押してね無理やりお座りのポーズを取らせるとね、もう嫌だワンちゃんは嫌だ。はい、で強いストレスを感じるから、まあ、勘弁してというねアピールでございますね。皆さんのご家庭はいかがですかね。ワンちゃんがね急になんか顔見なくなったなと、こっちの顔見なんかそっぽ向いとるなという時はね、ワンちゃんストレスを感じてる時でございます。はい、ご参考になったでしょうかね。もしねいやそういうことないよということはね、ワンちゃんだいぶ満足してますね、満足されてるご家庭でございますね。はい、ありがとうございました。参考になったでしょうかね。皆さんも試してみてはいかがでしょうかね。バイバイ。